ヨハンゲオルク・ピンゼルは、18世紀半ばに、現在のウクライナ西部で活動した、彫刻家である。1740年代より、ポーランド・リトアニア共和国の東端のポジイラ地方で、彫刻の制作を開始。大貴族、ミコワイ・ビー・ポト付きの依頼を受け、リビューやブチャチで教会の祭壇彫刻を多数、制作した。弟子も育て、ピンゼル派も生まれたという。 リビューはロックの代表的彫刻家で、他に類を見ない、独自の木彫芸術を残しており、キュビスム的、あるいは、日本の運慶のようだとの評価がある。近年研究が進められているものの未解明の部分が多い。1761年に没したと推定されているが、詳細は不明である。1960年代半ば、リビュー美術ギャラリー館長を務める美術史家、 ボリス・ボズニツキによって、当時歴史と政治に渦漏れかけたピンゼルは発見された。ソビエート連邦体制の宗教政策の下で、彼は危険を犯し資材を投じて、作品を収集、修復してきた。日本では2010年9月に片山増え、オリガと巨匠たち、私のウクライナ機構で、初めて紹介された後、2011年10月10日放映の日本放送協会。 牧場日の共演で取り上げられ、翌11月には、作品集、ピンゼルが、道国より交換された。ヨハンゲオルク・ピンゼル、ボリス・ボズニツキ編、解説、加藤有子役、水沢つとむ長文、ピンゼル・道国 ISBN978 から4、から896423570。ありがとうございます。